ベネディクト・ローズル、ベネディクト・レイツルはオーストリアの演芸家である。南北アメリカのランを収集し、ヨーロッパへ送った。現在はチェコのホーアメリスに庭師の息子に生まれた。13歳から庭師の訓練を受け、ヨーロッパ各地で庭師として働いた。ヘントの演芸学校の主任を務めた後に、1854年に初めてメキシコに渡り、栽培園を開いた。 1867年に、ヘンプやラミーの洗浄する機械を開発するが、1868年に、キューバのハバナでのデモンストレーションを行った時に、事故を起こし左腕を失った。その後は義手をつけて暮らした。30年間にわたって、南北アメリカのランを収集、栽培し、ヨーロッパへ輸出する仕事を行った。イギリスのラン研究家で、種病症のサンダーが、協力者となった。 例えば1869年には、ペルーやコロンビアやベネズエラの1万本以上の卵を、ロンドンの取引所に送った。取引所で高価で取引された、白いカトレアなどの卵の収集を行った。800種を超える卵の採集を行い、オンシジューム属のシノニムであるローズリラ属や、ミルトニオプシスレツリーなど40を超える卵の種や、ザミアカの種、ザミアレツリーや、オーバコカの種、 ペンステモンでツリーにレーツルの名前が付けられた。ローズルは植物の学名で命名者を示す場合にベネディクトレーツルを示すのに使われる。ありがとうございます。